いやだ、やめてくれ。
インク。ねえ、くそ、なミンク、あんたは動ける。だから早くここから出るんだ。
Thank you.
ひでえ面だな。え？疲れと痛みと焦りと絶望と全部混ざり合った顔だ。いいのか。本当にそんな生き方でいいのかよ。他の生き方なんざ考えたことねえよ。でも前から思ってたことがある。お前からは俺と同じ匂いがする。生とは真逆の匂いだ。それって行くぞ。どこへ？塔へを追う。この上だ。やられたな。いやー、久しぶりだな、君たち。またてめえか。この間なんだかよくわからんうちに逃げられちまったが、今度はそうはいかんぞ。人質がいるからな。ミンクさん、本当すみません。今回は全員違う部下連れてきたみてえだな。犬が紛れ込んでたら困るからな。しっかり慎重してきたぜ。てめえはとんだ執念の塊だな。感心するぜ。そりゃ俺に
とっちゃ褒め言葉だ。こっちは昔からお前のことが気に食わなかったんだ。おい、ご覧の通りだ。お前らが指一本でも動かせばこいつらの命はない。即座にバーンバッタってな具合だ。だからお前ら指一本動かすなよ。指一本動かせねえなら、動けるもんなら動いてみな。はあ？お前はそこから動けない。一歩たりと指一本すら動かせない。何言ってんだ？気でも狂ったか？お前たちもみんな動けない。足の裏が床にくっついたみたいに、そこからピクリとも動くことができない。黙れ。俺は短気だからだ。しょぼい悪ガキにはだんだんイライラしてくるぜ。今すぐとっ捕まえてやる。Thank you.
おい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 、どうなってんだこれな。うわっ、ミンクさん、ここは俺たちで何とかします。トウヤ上です、先行ってください。この後俺たち必ず下へ降りて計画続行しますから。お前もあいつらと下へ戻れ。はあ？何言ってんだよ。ここから先は俺一人でいい。いやだ、ついてく。ち、時間がねえ。おい、おい、なんてことすんだよ。機体を捨てただけだ。こいつ自体はこの中に入ってる。心配するな。こうなることは想定済みだからな。気分はどうだ？悪くない。あとは任せたぞ。わかった。行くぞ。
おいお前、青いの、俺たちの代わりにちゃんとミンクさんのバックアップしろよ。さっきの連中を片付け終わったんだろう。やっぱり引き返せ。ここから先は足手まといになる。邪魔だ。
ひでえ面だな。俺、あんたに死んでほしくない。俺はもう死んでるようなもんだ。一族を殺された時からな。そんなことないだろ。だってあんたは今生きてる。こうやって触れることもできるし、ちゃんと息もしてる。だからあんたは生きてるんだ。付き合わせて悪かったな。
待っていたよ。いや、実は私は君に感心している。あの歌の効果を破ってここまで来るとはね。君も体感しただろうが、あの歌は聴く者が持つ傷を過剰に増幅して本人に追体験させるというものだ。大抵の人間はあれで中枢神経をやられて再起不能になる。だが君はそれを乗り越えてきた。さすがは選ばれし民族の生き残りだ。歌を破ったのはあいつだ。俺じゃない。青葉君か。そういえば彼は一緒じゃなくてよかったのかね。俺の目的はお前だ。あいつは関係ない。なるほど、彼を逃がしたというわけか。私の推測では、君はそう簡単に他人を懐に入れる性質ではないと思っていたのだが、彼は特別ということかな。誰が逃がしたと言った。勝手に話を進めるな。ごたくはいい。俺は今この瞬間が来ることをずっと待っていた。お前には死んでもらう。まあ待ちたまえ、そう焦ることもないだろう。実は君がここにたどり着いた場合を想定して、私も少々仕掛けを考えてみたんだ。君が私を殺したいと思っているなら、それは大いに結構。私が君に殺されるかどうかは神が決めることだ。だが、ただ命を落とすだけじゃ面白みのかけらもない。そうは思わないかね。君がここまで来なければ必要なかったのだが、私も少し最後の抵抗というものを試みてみようと思う。すごく簡単でシンプルなものをね。武器は使わない。戦うこともない。しかし効果は絶大だ。さあ、この贈り物を君へ。君は死ねない。死ぬことができない。絶対に。
危ない。何なんだあれ。警備特化のオールメイトだ。一般には出回っていない。オールメイト。青葉、あの青いのを使え。でも迷っている暇はないぞ。防衛オールメイトは他にもいる。俺たちはオールメイトだ。パートナーの役に立つならそれでいい。人間の感情的な迷いは必要ない。俺たちに命はないが、人間にはある。お前が命を落としたら、あの青いのはオールメイトとしての責務を果たせなかったことになる。青葉。レン、ごめんな。プログラムを使うのか。ごめん。青葉が謝ることは何もない。これが俺の役目だ。ネットワークコネクタに俺を接続してくれ。コネクタの場所へ連れて行く。捕まれ。その壁の下にある。わかった。
止まった。そのようだ。ええ。絶対直してやるからな。行こう。ああ。なんだ？お前か。俺に殺されに来たのか？お前、ミンクさんはどうしたんだよ。みんなまとめてぶっ殺す。うわっ、あぶねえ。やべえな。どうだね、言った通りだっただろう。簡単かつシンプルだが効果絶大。気分はどうだ。最悪だ。だろうな。何しろさっきの言葉は君の悲願を押しつぶし、君の息の根を止めたも同然なのだから。君の願望は私を殺して自分も死ぬ、そうだったんだろう。残念だったね。スクラップか。正確には少し違う。私は単純に聴覚を通じて君の頭の中にいわゆる種を植え付けただけだ。人の心を操るという永遠の課題を研究するにあたり、舵取りをしている人間がまっさらな肉体では申し訳が立たないからね。私自身、この肉体をもって
研究の成果をテストしているというわけだ。君の頭に植え付けた種はスクラップでなければ取り除けない。つまり君はここまで来て願望を達成することができず、生きながら死んでしまったということだ。どうだ、ただ死ぬよりも辛いだろう。これが私からの最後のプレゼントだよ、ミンク君。早いとこ下に行かねえとまずいのに。計画がずれ込んじまう。締めだけは絶対やっとけってミンクさんに念を押されてんのによ。うわっ、今から俺が悪島を止める。そしたらあんたらは下へ行ってくれ。ああ、何言ってんだお前、どうやって止めるっつんだよ。つかミンクさんどうした。あんたらと一緒に下まで行けって言われたんだよ。それで黙って言うこと聞いたってのか。いや、ミクさんが何も考えずにんなこと言うわけねえ。おらおらおら、どうした、次行くぞ。ここは俺に任せてくれ、あんたらは早くしたい。それ終わったらお前も早く降りろよ。くっさー、てめえ絶対降りてこいよ。おい、こっちだ。飛び込み大歓迎よ。
ぞ。了解。何？うまくやったつもりだろうがな。残念ね。さようなら。動くな。勝負あったかな。今さら何もする気が起きないだろう。もし今ここで君が私を殺しても、君は目標も肉親も全て失った世界で生き続けることになる。まさしく無限の地獄だ。それなら生きていようが死んでいようが、私に捕まろうが大した違いはないはずだ。結局、お前の目的はそれか。私が勝ったということは、運命が私に味方したということだ。ならば私は、今までと同じように、私の道を追い求める。ただそれだけだ。君は一族の中で唯一生き延びた。私の手から逃れた人間だ。だが、もともとは私の手中に収まっていたはずだ。それが当初の予定通りになるというだけのことだ。何か問題あるかね？君も悔しいだろうが、こうなる運命だったと思えばいい。どうした？思った通りだ。どういうことだ？聞かなかったのか？
聞いたさ。お前の種は確かに俺の中に植え付けられた。目の前が真っ暗になって取り返しのつかないことになったという絶望感が俺の中で膨れ上がった。だがお前よりも先に俺に種を植え付けた奴がいる。うん、青葉君か。もっとも本人は植え付けた気なんて全くないだろうがな。あいつが感情的になって放った言葉がお前の種を上回った。正真正銘本物の力の圧倒的な勝利だ。なるほど。あいつが俺に植えた種が何だったか教えてやる。生きているだ。生きてるってことは死ぬこともできるってことだ。俺の願望、果たさせてもらう。お前を無事に下まで送り届けることが俺の役目だ。ミンクにそう言われている。え？ミンクが？なあ、お前もチームの人間も下まで送り届けろとさっき直接頼まれた。
何なんだよ。そんなの自分勝手すぎるだろう。早く乗れ。分かった。タワーが崩れる前に一気に降りるぞ。ちょっと待ってくれ。くそ。そいつも連れて行くのか。なんとなく。お前らしいな。そうか。長所でもあり短所でもあるというところだな。あと捕まえてろよ、そいつもな。ああ、頼む。緊急事態が発令されました。タワーライフの人間は直ちに脱出してください。私の兄弟、両親、共に日々を過ごした親しい友よ。精霊、父なる太陽、母なる緑よ。私は今ここに長い道のりの旅路を終えた。願わくば血塗られた私たちの血が清められ、焼き尽くされた私たちの森が命の息を吹き返すことを願わ。私はこれから第二の道へと旅立つ。偉大なる先祖よ、私の持つ聖なる道具をあなた方のもとへ届けよう。
私の魂に寄り添ってくれた愛する人々よ、待っていてくれ。私も間もなくそこへ。消化所があるが問題ない。おい！なんとかなったみたいだな。下でヒヤヒヤしてたぜ。お前が出てこなかったらどうしようってよ。この爆発、あんたらが。ああ、ミンクさんの計画の締めだ。それより、とっとと逃げるぞ。おい！いいんだよ。俺たちは行くぞ。詳しいことはよく知らねえけど、俺たちなりにミクさんの意図を察してきたつもりだ。だから俺たちは行こうぜ。それがあの人の意志だ。分かった。行こう。
うした？おい、そいつどうするつもりだ？このままじゃ死んじまうだろう。せめてタワーの爆発に巻き込まれないとこまで。バカか、冗談じゃねえ。そんなやつほっとけよ。見殺しにはできない。助かる。このクソ野郎を助けようとして、お前が死んだら最悪だろうが、アホ。言っとくが、絶対に連れてかねえぞ。本当に少し離れたとこまでだからな。わかってる。